サミルイカには、コソボブチトルン出身のコソボ代表サッカー選手。トリノ FC 所属。ポジションは GK。コソボ出身。6歳の時に、ベルギーに移住した。RSC アンデルレヒトの下部組織でプレーしていたが、2007年6月8日に、US チッタディパレルモと5年契約を結び、イタリアに渡った。加入1年目は、プリマベーラで経験を積みし、 加入2年目の2009年4月26日に AC ミラン戦でセリエ A デビューを果たす。しかしシーズンを通してこの1試合の出場にとどまり、翌シーズンはレガプロプリマディビジョンでのノバーラカルチョンに期限付き移籍。レギュラーとしてチームの3部優勝並びに2部昇格に貢献した。翌シーズンも引き続きレンタル移籍し、 チームにとって55年ぶりとなるセリエ A 昇格に大きく貢献した。なお2011年1月31日にパブロ・ゴンサレスの遺跡取引の一部としてノバーラとパレルモの共同保有になった。2011から12シーズンの前半戦はインテルナツヨナーレ・ミラノを破るなどセリエ A でも通用することを示したがチームは終始低迷して19位に終わり1年で2部、降格。 また、後半戦は、怪我に苦しみベンチを温める試合も多くなってしまった。2012年6月22日、4年ぶりにパレルモに復帰。背番号1と、レギュラーポジションを与えられ期待されたが、クラブを納得させるには至らず、2013年1月30日、同ポジションのステファノ・ソレンティーノット入れ替わる形で、AC ・キエーボ・ベローナへ、レンタル移籍。 しかし、キエーボでは、出場機会を得ることはできず、シーズン終了後に、パレルモに復帰した。2014から15シーズン限りで、下部組織から所属したパレルモを退団。2015年7月19日、ジェノア CFC に加入した。しかし、マッティア・ペリンの前に出場機会を得られず、2016年1月8日に、セリエ B の US ラティーナ・カルチョに、ローンで加入した。 2016年7月11日、AC ピサ1909にローン移籍した。2017年7月14日、US クレモネーゼに移籍した。旧ユー,ーゴ生まれで、アルバニアにルーツを持ち、幼少期からベルギーで育ったためこの三国の代表資格を有していたが、フル代表はアルバニアを選択し、2007年に国籍を取得。2008年10月3日に、 A 代表初招集を受ける。代表デビュー戦は2009年6月10日の 2010FIFA ワールドカップヨーロッパ予選のジョージア戦。2014年からは出身国のコソボ代表を選択し、3月5日のハイチ代表との親善試合に出場した。ありがとうございます。